こんにちは、まだまちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日はグリーンズグッドコーヒー90センチ滝の流れレイアウトシリーズ第2弾ということで、前回の動画で流木の組メインのところの組み上げは終わりました。本日はまずは分水器、このポンプから出てる分水器からどのように水を流すか考えつつ、チューブをかわして、あとは流木の間にある穴、水が漏れないようにコーキングしっかりした上でソイルを引いて試運転できたら植栽まで頑張ってやれたらなと思っております。ということで、本日は引き続き助っ人アシスタントのスギちゃんです。スギちゃんは、ご飯を作ってご飯を食べてリターンしてきております。よろしくお願いします。お願いします。いいっす。スギちゃん今理解したな。はい、はい、このポンプがこの底面フィルターと今からソイルを引くんだけど、はい、ね、それを通ってろ過されたお水がこう出てきます。でそのろ過されたお水をこのチューブを伝ってこの陸上の流木に水を配給するっていう形なので、どこにお水をかわしたいか、どこに滝を作りたいかっていうのを考えつつ、まずはこれの設定をしていきます。でお水が結構こういう穴とかから漏れちゃうんだけれども、しっかりとコーキングをすることでお水が漏れずに水流を滝のところだったりとかに集中できるので、そこをまず目指して頑張りましょう。はい、パーソナルトレーナーのスギちゃん、いい返事だ。よし、じゃあやっていこう。チューブはもうこういうワイヤーが入ってるチューブなの、うん、すごいですね。そうなので、ある程度形を自由自在に決めれるっていう優れもの。ニュースのところで買ったので、こっちここにつなげます。これは2本目ですか。はい、2本目です。うん、ちょっと余らせてもいいよ。うん、うん、ここはここでこう水が流れる。どうする？うん、とりあえず刺れば。ということで、2台ポンプ使ってるんですけど、今回滝には1個のポンプから配給で、こっちのポンプは水流を、水面を揺らすような、水流を起こさせるようなポンプとして使うことにしました。ということで、仮設置が終わったので、一旦流木を取って、しっかりと、この分水器とホースの接続と、あとはこれでちょっとごちゃごちゃしてるのをしっかりとまとめて、スッキリさせる。で、さらにコーキング。をやっていきます。よし、スギちゃん行きます。こちら持っててください。せーの、上からしよう。よし。よし、じゃあ、スギちゃん。で、この水槽から出した状態で、穴埋め、コーキングを今からやっていきます。あとは、こういうビスのところもしっかりとコーキングすることで、このビスの頭みたいな消えるんで、はい、やっていきましょう。今回使うコーキングはこちら。色はね、ダークブラウンにして、今回は間違えずに防カビが入ってないタイプにしました。前回はね、防カビ剤が入ってるタイプにして大変だったので、鬼のような水替えでもうヒヤヒヤしながらやりましたので、じゃあこう先を切ります。よし。で、これで、ギューってやっていくんだけど、いきます。こういうとこ。いきますよ。あれ、いかないですよ。あ、これですね。これ、こうじゃない？こうですね。はい。はい、OK。あ、痛い痛い痛い。いまいちどうなるか分かってないでしょ。分かる？大丈夫？ついてきてる？はい。これ、案外結構、こう。穴埋まるので、大きな穴も。キュッと。ここら辺に塗った方が大きいかしら。
言っちゃっていい、多めでいい、いいですね、いいです、そういう感じです、いいと思います、いいですね、あ、いいんじゃない、そこよいよいよいよ、ということで今コーキングが終わってこんな感じなんだけど、やっぱりなんかチョコレート感あるじゃん、デコレーション感あるんで削りカス、さっきあの一生懸命さこうビス打った時に出た削りカスをふりかけ方式で自然感出してきた、目指すところはふりかけ方式、どんどんふりかけ、で今回使うソイルはこちらブルカビアの、新作なんですけどメダカ専用ソイルですね、メダカに適した中性から弱アルカリ性に調整してくれるっていうのと、あとメダカ用のブルカミはこの濃い色とあと薄い茶色と2色あるんですけど、今回はこっちの黒に近いダークブラウンのタイプを使ってみたいと思います。これを8キロ用意しました。ではこれをコーキング少し乾かしてる間に先にこのメダカのソイルを敷いていきます。いくよ、いけます、それで今のところでこれで12台ね、これでいいかな、はい、鳴らします。こっちの方は少し傾斜浅くしました。どうしても底面フィルターこうやって水がここにポンプがあるんでここら辺は水流が強いんだけど、遠ければ遠いほどあんまり吸う力が弱くなっちゃうので、なるべく吸う力が強いポンプ寄りの方にソイルを厚めにしてます。このソイル自体がロハの役割をするあの高機能なソイルになるので、バクテリアがすごい吸着しててとてもいいソイルなので、なるべくろ過機能を、なんてろ過機能をより強力にするためにポンプの近くに、ソイルを熱くしています。いいと思います、いいですね、よいしょよいしょ、でも大丈夫です。あとはチューブを1本ずつ動かないようにしっかりと固定していきます。いいんじゃないですか、ちょっとスギちゃん後ろ見て、結構ここにスッキリしたね、スッキリしました、うん、こういう風にちょっと微妙体でまとめて、あれでこれあのレイアウト組むときに水の水位ね、分かりやすいようにマスキングしときました。これも剥がしてます、スギちゃん仕事が丁寧で、じゃあやってみようか、じゃあ一回ちょっと試運転でいきますよ、水、はい、準備スタート、水を伝って、例えばこっから ここまでとか、はいはいはい、ここまでぐらいとか全然運んでくれるの、すごいですね、そう、しかもこれ水に濡れるとなんかね流木にこう同化するっていうか、こういうのは全部これをくっつけて水を通すことでかなり隠れてる、で切って切り口からちょっと毛羽立ったかあの毛とか出ちゃうから一回ちょっと水ですすいで無駄なこういうのそうそうボサボサした毛とかはあの流しちゃった方がいいんだけど、まだもうちょっと結構溜まってきましたね、すんごいもうすでに透明、今回使った流木は全部新しいやつでアク抜きしてないんですけど、めっちゃ透明です、すでにまだポンプも回してないけど、だいたい流木ってアクが出ちゃうから普通は水が黄色くなっちゃう、うん、ただこのソイルが特殊で吸着系ってそういうアクも全部くっつけてくれるんだよね、だからこのまま使えちゃう、ちょっとこのぐらいの水位で一旦止めたいと思います、じゃあスイッチオン、逆でしたね、もしかして成功したんじゃない、あ
子。頑張れ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 。行ったか？行った？一番高いとこ。行った？いいですね。こっちに行かせる。あ、そうだね。そこちょっと微調整じゃない？で、今こう結構ジャーって出ちゃってるじゃない？で、それを活着組んで少しずつ抑えていきます。で、今活着組をつけてるんですけど、非常にあの水を含む力が強いので、ここら辺がね、ちょうどコースの入り口なんですけど、ここからこうこのぐらい、ちょっと高さが少し 2、3センチぐらいあっても、勾配が3センチぐらいあっても、ここまで水を運ぶ力があるので、こうなんだろうな、その水が出てる口からちょっと遠いところでもこうはわしてあげると水を運んでくれます。あとは水を含むと流木にこうピタッとねくっついてくるので、なんだかね流木に同化するような感じになります。で、これねシルクモスですね。私お気に入りのシルクモスなんですけれども、これも表面張力でくっついてくるので、で、これが成長するともっとどんどん広がって、こう垂らしたいところにちょっとモスとかを出したりとかすると、ここから垂れてしまう。どんどん緑にしちゃっていいので、あ、いいじゃん、いきなりめっちゃ緑になったじゃん、スギちゃん、すごい、すごいっす。そしてね、最後にスギちゃんこれやってきます。いいですね、いいですね、いいですね、あ、いいですね、雰囲気出てきましたね、いいね、すごいっすね、いい、いい、一気に変わるでしょ、あのチューブだらけだったのに、不思議でしょ、全然違います、うん、いいじゃない、空気感出てるよ、癒しの感じが出てるよ、うん、いいね、いいね、うっそうとした感じが、いいんじゃないですか、すごく、こりゃびっくりだよ。はい、ということで、今日ね1日で、まあ、半日ぐらいかなで作りましたけれども、まあ、スタートの段階としてはもうすでに十分仕上がってるなって感じですね。で、これモスが、もっとどんどん新芽が出てきて、もっこりと青々としてくると、またさらにね雰囲気が変わると思います。どうですか、スギちゃん、今日一日やってみて。めっちゃ楽しいです。楽しかった？めっちゃ楽しいです。あ、ほんと？よかったよかった。だからスギちゃん、ぜひね、また1ヶ月後多分ね来ていただいた時に、自分がこのつけたモスとか、あとは雫とかがどう変わってるかね、楽しみにしていてください。はい、ということで皆さんもね、ぜひグリーンズグッドコーヒーに、書き入れようと見に来てください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ガナマチャンネルを登録して、滝レイアウトでアクアリウムを楽しもうということで、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。遅くまでありがとうございました。